エマニュエレ・フィリベルト級戦艦は、イタリア海軍が建造した2番目の全土級戦艦の、艦級である。竣工当時の、アミラーリオ・ディ・サイント・ボン船体形状は、当時の主流である、平甲板パン型船体で、艦首水面下に昇格を持つ艦首から、全部艦板上に、アームストロング1898年型25.4センチメートル砲。 お前向きに連装式の砲塔に収めて一機を配置。環境構造は、司令塔を下部に組み込んだ船橋を両側に持つ、箱型環境が立つ。その背後から、上部構造物が始まり、日本煙突は、この頃のイタリア戦艦の特徴である、艦室分離配置により一番煙突と二番煙突は、顕著に前後に離されており、 船体中央部に短脚式のマストが一本立っていた。煙突の周囲にはキセル型の通風塔が立ち並び、原則部には、複方のアームストロング1892年型15.2センチメートル速射砲が、原則ケースメート配置で、単装砲画で片原4機ずつ、計8機が配置されていた。通風塔の外側は、関西低置場となっており、2番煙突の後ろで、 上部構造物は終了し、乾板一段分下がった、後部乾板上に後ろ向きに2番連装手法と1機が配置されていた。この武装配置により、前後方向に最大 25.4cm 砲2門、15.2cm 砲2門が試行でき、左右方向に最大 25.4cm 砲4門、15.2cm 砲4門が試行できた。 竣工当時のエマニュエル・フィリベルト手法は当時のイタリア海軍でも艦砲はアームストロング社に一任してあったため本型もアームストロング1898年型 25.4cm 砲を採用したその性能は 227kg の砲弾を最大行角20度で 18000m まで届かせられたこの砲を新設計の連装式の砲塔に収めた 砲塔の不行能力は、行角20度、深く5度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右125度の旋回角度を持つ、主砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は1分間に1.5発であった。副砲は、建造元のイタリアが、 イギリス企業に依存していたため、アームストロング1892年型1 5 2トル速射砲を採用した。この砲は、イギリス全土旧戦艦、ロイヤル、サブリン級や、同時期のイタリア、装甲巡洋艦、ジュゼッペガリバルディ級の副砲にも採用されている、優秀砲である。 その性能は 45.3kg の砲弾を最大行角15度で9140メートルまで届かせられた。この砲を単装砲画で減速ケースメート配置で片原4機ずつ計8機を配置した。不行能力は行角15度、深く三度である。旋回角度は減速方向0度として左右150度の旋回角度を持つ方針の不行。 砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に5から7発と速かった。他に、耐水雷艇迎撃用に、アームストロング12センチメートル単装速射砲を採用した。この砲は長命で、イタリア海軍最後の戦艦である、ビットリオ・ベネト級にも、霊砲や照明弾打ち出しのために搭載されていた。 その性能は、重量 20.4kg の砲弾を、行角20度で9050メートルまで届かせることができた。砲画の不行能力は、行角20度、深く5度で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていた。主砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、 毎分後から6発である。これを原則ケースメート配置で片原4機ずつ軽8機を装備した。近接戦闘用としてこの時代の軍艦に広く採用されたフランスのオチキス社の4.7センチメートル炭装砲を単装砲がで8機装備した。他に対艦攻撃用に45.7センチメートル魚雷発射艦を原則部に 単装で4機配置していた。ありがとうございます。